はい、西教授です。英文読解入門講義37回、節の役割をつかもうというところで、71ページの、Let's try、 ここです。 Higher education made it likely that students be a more efficient secretary than the average。 まあここは Higher education、 まあこれが主語で、で Made it VO Likely は形容詞の使い方をしていて、see だ。で、この that が何なのかっていうと、まあ、それを可能性があるようにさせた、それって何？ということで、これを it イコール that 以下と。で、説明していると。で、she would be a more efficient secretary than the average。まあ、彼女が平均 the average よりも有能な秘書になるだろうですね。で、まあこれ非常に訳しにくいと思うんだな。で、訳しにくいときはなぜ訳しにくかったかというと、この彼女の教育が主語で、で、ことが王ではあるんだけど、彼女がっていうところが王になってるんで、まあ人が王になってるみたいな感じなんでね。訳すときには。もちろんことが王だよ。このざっと説の中が彼女がだから、彼女の教育が、彼女がなることをって言われるとかなり不自然になっちゃうじゃん。じゃあどうするかっていうと、無生物主語の時の訳し方。あれを少し思い出してもらって、主語を、あの時はね、王が人だったんだけども。この部分を、副詞的にしてやって、そして王のとこを主語的に考えるっていう話だよね。まあ、あの時は人がね、王だったけども。まあ、主語的に考えると、it likely は、always see の形だから、it is likely that、こうなるね。例えば、make her happy だったら、she is happy が成立したじゃん。ということは、make it likely だったら、it is likely が成立すると思えばいいじゃん。そうすると、it is likely that になるじゃん。ということは、It is likely that はざっと以下があり得る可能性がある。こういう話なんだな。そうするとこれで彼女の教育のおかげでざっと以下ということはありそうだぞ。彼女の教育のおかげでざっと以下ということはありそうだぞ。可能性高そうだぞ。こうなると、まあ、すんなりいくじゃん。というわけで、彼女の教育のおかげで彼女が平均以上のに有能な人になることはありそうである。まあこういうふうに持っていけばいいわけだ。で、まあもうちょっと砕いちゃって、まあ教育を受けたおかげで、彼女は人並み以上に優秀な人になれそうだった。まあちょっとこなれた訳をするとそうなる。まあそこまで持っていかなくても、まあ彼女の教育のおかげで、彼女が平均以上に有能な人になることはあり得た。可能性が高かった。くらいに持っていっても構いません。ここを副詞的にして、を主語的に考えていって、まあ、words だけど、it is likely that で押さえていったわけだ。で、likely っていう単語は結構めんどくさい単語で、まあ、形容詞としてありそうだ。で、副詞で多分とかおそらくって使うんだけど、これはそんなに見かけることはないと思う。で、形容詞で限定用法でも使う、名詞を前から修飾することもできると。a likely time to find him at home。彼が在宅しているのを見つける可能性が高い時間。ということで、彼が在宅している可能性が高い時間。こうなる。で、be likely to っていうのはしそうであるって使う。例えば、he is not likely to come, be likely to。彼は来そうにない。来る可能性が低そうだと。で、これは、be it is likely that も使える。it is not likely that he will come。彼が来るということは可能性がなさそうだと。というように、it is likely that. これは it イコール that というかね、こういう使い方もあると。ところが、これになると、なんだか急に分かりにくくなるね。there is likely to be a stronger reaction. これね、もう、there is 構文と思ったらぐちゃぐちゃに見えるじゃん。はと思うじゃん。there is 形容詞。何って思うじゃん。これはもう、be likely to.これで何々がありそうだよ、可能性があるよっていうのが入り込んでいて、飛ばしたら、まあ、to なったから b になってるけど、there is じゃん。つまり、強い
反応があること。でしょ ?There is a strong reaction だったら強い反応がある。その可能性が高いよ。強い反応がありそうだ。こういう感じなんだよ。ちょっと There is 構文に入り込むだけで、なんだか見えにくい。けどまあ、be likely to を、もう、ある意味助動詞のように考えちゃって。で、可能性が高い。で、There is に入り込んだんだ。っていうふうに押さえておくと、まあ、見やすくなると思う。で、ここはテキストにないので、ちょっと抜くね。この後全部ありません。はい、追加しました。I think it's strange that he didn't say anything. これは、think it strange, V-O-C で、it がざっと以下になってるよっていう例だ。ね。まあ、主語の it がざっと以下になったり、O の it がざっと以下になったりする。で、実は O の it がざっと以下になるっていうパターンっていうのは、結構動詞は find とか think 考える系とか make させる系がほとんどなんだよね。だからまあこういう形を見た時にはあれかと思って反応できればいいと思ってくれて結構だ。で彼が何にも言わなかったのは不思議だ、奇妙だと思う。こういう話だ。でここは it と that だったんだけど、 it と that が it と that がすぐ続いちゃうこともあるんだ。まあこれはもう熟語扱いしてもいいけど、もう本当に限られてるから。イットって言ってざっとすぐ続くんだったら、イットって一旦言う必要なさそうなんだけどね。で、例えば、I take it that。これもざっと以下と思うっていう意味なんだよ。イットと思うよって受け取る。考える、受け取るってでしょ。で、それイコールざっと以下なの。だからもう take it that。まあこれで考えちゃってもいいけどね。ざっと以下と思う。You know each other very well。あなた方はお互いによく知ってると思います。あなた方はお互いによくご存知なのでしょうっていうような感じだね。See to it that、まあ、See to it that なんだこれと思うけど、まあ多分 see to って言いたくて that に持っていこうと思ったんだが、前置詞の後の that 説っていうのはやめたかったんだろうな。がとりあえず it 置いといたんだろうな。で、that 以下になるように注意するとか、ざっと以下になるように取り計らう。で、さすがにちょっと気持ち悪いと思いらしく、まあ略語、まあ砕けた感じだとこれ外しちゃって、でも see to that は嫌だったんだろうな。かも see that。っていうふうに持っていっちゃうこともある。で、you don't make a mistake again。もう一度間違いを起こさない、もう一度間違いを起こさないように気をつけなさい。ようになるように取り計らうとか気をつける。次。You may depend upon it. これも depend upon は当てにする。場合によっては何々左右される。何々次第である。頼る、当てにするが基本だね。で、upon 前置詞じゃまあ on でもいいんだけど。でもその後 that 説ということを当てにできる。ということが頼れる。っていうのは嫌だったんだろうな。つまり前置詞の後の that 説っていうのは in that。in that 説。that 以下という点において、ざっと以下なので、っていうこと以外はほぼ避けられる。もう in that は熟語扱いと思っていいよ。で、やっぱり on that 説って嫌だったんだろうな。とりあえず、だからとりあえず it を置いといて、名詞を置いといて、that 説に持っていったと。これであなたは、the committee、委員会がこの提案を承認してくれることを当てにできる。かもしれない。まあこれも depend upon it that。that 以下を当てにできる。という時には depend on that 説が使えないので it that にしているという感じで考えてくれたらいい。まあこのあたり、こうキー線引っ張ってるところはもう熟語扱いして押さえてくれてもいいよ。しょっちゅうあるパターンじゃないけども。ただ it にすぐ that が続くっていうのは、まあ熟語扱いしていいけどこういうことがあるんだよ。rumor has it that。has it that めんどくさいよね。要は噂によればざっと以下ということだと。噂はざっと以下ということを中に持っている。噂の中にはこんなことがあるよ。で噂によれば、ここはだいたい伝説によればとか噂によればっていう主語が来て has it that ざっと以下ということになってるよ。だから噂によればこうだくらいで考えてくれたらいい。で he's going to resign from public life。まあ、彼は resign from 辞職退職身を引くんだね。で、public life だから公職、
公職ってわかるかな。まあ詩人になるってことだ。あ、詩人って言われてもな、ポエタと思われたら困るな。彼は公職を引くつもりである。噂によれば彼は公職から身を引くつもりである。こうなる。今回は it to that で無生物主語で訳しにくいパターンで likely っていう単語の使い方を少し突っ込んで、それから it to that の話を一つ追加して、で連続しちゃうパターンはまあ熟語で扱えばいいんだけど、こういうパターンさえあるんだよっていうことを一旦見てもらったということでした。いいですか。というわけで今回ここまでです。しっかり見直してくださいね。 See you. Bye bye.